時刻7時44分回りました。さあ週の初め月曜日、この時間はいろんな分野でパワフルに活躍されている方にスポットを当てております。今朝は堺市堺区の浅香山地区を元気にしたいという人たちが結集しました浅香山元気プロジェクトが堺市の第2回堺 NPO 共同大賞を受賞されたということで、詳しい話をこの浅香山元気プロジェクトの南部孝子さんに伺っていきたいと思います。南部さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。今もご紹介したんですが、堺 NPO 共同大賞というのは、はい、地域課題の解決ですとか社会貢献を目的とした市民活動団体と多様な主体の共同によります事業を堺市が表彰するというものだそうですけれども、はい、この、 南部さんが所属していらっしゃいますこの浅香山元気プロジェクトというのは、はい、どういったプロジェクトになるんでしょうか。はい、まずですね、浅香山元気プロジェクトというとプロジェクト名のように思われることが多いんですけれども、はい、実はこれは団体名なんですね。浅香山の街をみんなで元気にできたらいいね、元気にしたいねっていう思いからこの団体名が生まれ、たくさんの方の思いとご協力で現在活動させていただいております。はい、私たちの活動目的というのが2つありまして、1つ目がですね、地域の皆さんからの要望とか困りごとなどを、課題ですね、課題を見つけて、これらを解決するために仕組みを考えて、で、単純にボランティアということではなくて、はい、ビジネスとして、行っていく、実践することで、その町に新たなにぎわいと価値を創出していこうということが1つ目の目的です。はい、2つ目が、ボーダレスというキーワードを掲げているんですけれども、老若男女問わず、障害者も健常者も、子育て世代の方もおじいちゃんおばあちゃんもみんなが境界なく、ボーダレスに活用できるコミュニケーションを大切にした街づくりや居場所づくりを作ることということを目的として活動している団体です。また現在私たちの活動というのは、行政に直接的な資金支援というのは受けずに地域の情報発信などの広報活動で大きなご支援をいただいております。はい、今回 NPO 共同大賞という大変素晴らしい賞を、堺市よりいただきまして、少しずつではありますがこうした思いも評価をいただけたのかなと、そんな風に感じております。だからこう、ボランティアももちろんいいことなんですけれども、実際にこれから長くその浅香の地元の方たちがより良い暮らしになっていくようにってことですよね。そうですね、はい、メンバーはどういった方々なんですか。はい、私たちはですね、特化した一つの業種業態ということに偏っていることではなくて、はい、関係性も非常にフラットな異業種業態の、現在は6社で構成しているんですね。スーパーの経営をされていた方もいらっしゃいますし、はい、近くにザコネ館といううなぎ水族館施設を営んでいる方もいらっしゃいます。またですね、就労支援や、カフェを運営されている NPO 法人の方、関西大学の教授ですとか、総裁業をされていらっしゃる手塚山芋中さん、そして、造園業、リサイクル・リユース業、ライフサポート事業を行う当社、Nクリーンが現在は事務局として対応させていただいております。だから本当にいろんな方が集まってるってことですね。はい、そうなんですよ。すごい、なんかそのメンバーを聞いただけでもすごい面白いなっていう、ありがとうございます、はい、感じがしますけど、はい、でも最初はどうやってこれ始まったんですか。はい、それがですね、私たちが活動拠点とする、堺市堺区浅香山香里ヶ丘地域にはですね、南海高野線の浅香山という駅が最寄り駅なんですけれども、はい、約8000人ほどの方が暮らしていらっしゃいます。近くには浅香山病院というのがありまして、ここは100年近い歴史を持つ精神科医療で有名な病院なんですけれども、はい、昔から障害者の方も多く住んでらっしゃって、もちろん高齢化も進んでますし、どちらかというとこう開けた場所というよりもちょっとひっそりとしているようなそんなエリアだったんですね。ですが町はみんなで作るものという思いが私たちの中にありまして、実は昔からこの町の住民の食を支えてきたある一軒のスーパーがありました。でそこが
過去に行っていた夏の夜店を復活させようというところから始まるんですけれども、まあ、何でもそうだと思うんですが、一社だけでね、全てのことを行うというと人の問題とか時間の問題などがちょっとありまして、ね、はい、しばらくは開催する目処も立たずにいたんですが、昨今ですね、実は駅の前に関西大学堺キャンパスというのが設立されたことによって、はいはいはい、町には大学生の姿も多く見るようになりまして、居住層の幅も大きく変わってまいりました、はい、そんな中ですね、町にある一軒のカフェができたんです、うん、ここが先ほど申し上げた栄山病院で、元看護師長さんとして、勤めていらっしゃった方がご退職後、あらゆる人の居場所づくりのためにということでオープンしたカフェココイマというのがオープンしまして、そこに、いつの間にかですね、この町をもっと元気にしたいと同じ志を持つ人が集うようになって、自然とこの町に対しての思いや良さ、地域の課題などについて話し合うようになったのがこのプロジェクトメンバーの出会いの場となって、プロジェクト自体が始動いたしました。いいですね。言ってみたらその昔、はい、まあ、私たちも小さい頃ありましたけど、なんか町内の集会所にみんな集まって、なんかお茶飲みながら話していることが次のお祭りでできるよみたいな、そうですね、そういうスタートなんですね。はい、そうですね。すごいな。具体的にはどういったことをされているんですか？はい、活動内容といいますか、まだ2年も経たない団体ですので、はい、まあ、町づくりと言えるほどそんな大したことはもう全くできてないんですけれども、まあ、一つ目は先ほどからお話に出ている夏祭りですね、うんうん、はい、こちらは関西大学の学生さんたちも積極的に参加をしてくれて、2017年にまず1回目を行ったんですが、はい、お店には1000人を超す人が来てくれて、おー、すごい。そうなんです。本当に思いがけなくて、うん、障害者の方も健常者の方も本当に老若男女問わず交流が生まれたんですね。いいですね。もうこれは本当に栄山のこの町ならではの光景かなと思いました。でこの町を、まあ、こんな風にできるんだったらということでですね、はい、この勢いで町を元気にしていきたいなと、より皆さんこのメンバーの中にもこう熱いものが生まれまして、うん、去年の5月には浄水場で毎年開かれているつつじ祭りというものがあるんですが、それに合わせて住民参加型のフリーマーケットを開催しました。はいはい、で、これはですね、事前に住民の方に告知をして、でご家庭で処分に困っている不要品などの中から、うん、リユース再利用できる服とか食器、おもちゃや本などを寄付として、集めまして、うん、それを当日元気ブースというところで販売をします。でその売り上げを、その年の夏祭りの資金に充当しました。地域の皆さんに参加いただけたことで2回目の夏祭りは、前年よりももっとレベルアップした夏祭りを行うことができました。いいですね。1回のその、まあ、言ってみた行事ごとが次へとつながるってすごい素敵なことですもんね。はいはい、でもそういった取り組みがやっぱり今回評価されて、はい、栄 NPO 共同大賞、この受賞にきっとつながったってことですよね。はい、そうですね、その通りだと思います。とはいえまだまだ道半ばです。まあ、もともとこの地域はですね、はい、精神障害がある人を、まあ、分け隔てなく受け入れてきたという土壌があります。うん、これをもっと広げて誰もが境界なくボーダレスにつながり楽しめる理想的な街を作りたいと願ってるんですけれども、うん、非常にいろんな課題がたくさんありまして、はい、ただ、まあ、今回評価いただいた背景にはですね、実は堺市そのものが、自由と自治の精神を礎に誰もが健康で活躍する笑顔あふれる街というのをコンセプトに掲げているんです。堺市は国から大阪府で唯一 SDGs 未来都市として選定されていまして、うん、そうしたことも私たちが目指す方向性や目的活動などが、まあ、評価していただけて今回の賞をいただけたのかなと、そんなふうに思っております。まあ、でもこの賞を受けてね、もうもっともっといろいろ活動が広がっていくんじゃないかなと思うんですけれども、はい、ありがとうございます。南部さん、はい、次の活動って何か決まっているのありますか？はい、まず5月に開催される浄水場のつつじ祭り
ですね、はい、ここに合わせたイベントを考えていまして、うんうん、フリーマーケットも昨年と同様に行いたいと思います。はい、いいですね。で、その中でですね、はい、すいません、ちょっと告知みたいになっちゃうんですけれども。あ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。ご不要品をブースで出品したい方、寄付を考えてくださっている方、またこうしたイベント企画にボランティアとして参加したい方や、うん、元気プロジェクトにご興味を持っていただけた方などもしいらっしゃいましたら、はい、ぜひお気軽にご連絡いただければ嬉しいです。お、これは何かあのホームページか何かあるんですか？そうですね、またそちらをあの検索してみていただくか、はい、直接、問い合わせをしていただいても結構です。わかりました、はい、いやでもきっと、あ、それだったらという方ね、いらっしゃるかと思いますよ、そうしていただけるとね、いいですよね。はい、ありがたいです。なんかあのいろんな形でいろんなことにね関わりたいと思ってるけれども、その一歩がっていう方きっと多いと思いますので。そうですね、もうあの、はい、私たちだけでなくさらに多くの人たちと出会って参加して、うんうんうん、町の発展につながるような取り組みをこれからますます考えていきたいので、ぜひよろしくお願いいたします。なんか浅香山って名前だけは聞いたことあったんですけど、す、ね、本当にすいません、こんな情報で申し訳ないんですけど、いいね、でもあんまり詳しくは知らなかったんですよ。そうですよね。でも今朝やっぱ南部さんの話聞いてたら、はい、あ、すごい魅力的なところなんだなって、ありがとうございます、今すごい感じましたので、最後にこう改めてその浅香山の魅力を、はい、ラジオ聞いてくださってる皆さんに教えてください、はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、あの先ほどのお話に出たようにですね、決して開けた場所ではないんですね、はい、ですが人と人とのぬくもりですとか交流が生まれたり、何か小さなことでもチャレンジしたいなと思える人たちが集まったり、ぬくもりを感じられる場所じゃないかなと思います。うん、まあ、だからこそボーダレスというキーワードが生まれて、難しい理想を形にしようとして動き出せたんだと思うんですけれども、うん、とはいえ私自身もまだまだ知らない浅香山の魅力がたくさんあると思いますので、これからも町の方にも教えてもらいながら、気づかせていただきながらですね、皆さんと一緒にこのプロジェクトも一緒に育てていただけたらなと、そんな風に思います。うん、これは浅香山に住んでない方でもプロジェクトにもちろん参加できるんですよね。全然大丈夫です。ですよね、はい、なのでよし、はい、じゃあこんなのっていう方もいいですよね。全然いいですね。なぜ異業種異業態が集まって、行うことによってこういろんな知恵とかアイデアがまあ生まれて進めていけるものですので、はい、ぜひ、はい、お待ちしてます。わかりました。はい、南部さん今日どうも朝からありがとうございました。とんでもないです、ありがとうございました。いやすごいですね。なんかあのそれこそ本当に子供の頃集会所に行ったら、まあ、誰か近所のおじさんおばさんがいて、なんかいつもみんなお茶飲みながらいろいろ話してるけど、あ、今度のお祭りどうするとか話してた、そういった形のものがこう現代版として広がって、いろんなさまざまなプロジェクトを生んでるのかなと思います。ぜひあのご興味のある方は浅香山元気プロジェクトなどでですね、あの検索していただくといろいろ情報ヒットしてくると思います。ということで今朝のこの時間は浅香山元気プロジェクトの南部孝子さんにお話を伺いました。皆さんも負けないように今週も頑張っていきましょう。